左サイド、さあボールが抜ける、勝負ですね、行ってきましょう、シュート押し込んでくる、ゴール、ね、右側から上がっていくか、前を向いて受けます、どうだこのシュート、ゴール、これが今大会2点、さあバルセロナ3点リード、まあ、1点取った後またさらに追加、さらに前線へと行きたいところ、はい、抜かれましたよ、いいボール打てるでしょうか、メッシに渡る、メッシシュート、しかし跳ね返されます、絶好のパス、ワントラップして決める、あれ誰がフィニッシュするのか、そのためにどうやってつないでいくのか、この辺のプロセスを共有しているからこそ、ギルロ行き先はヘッド、出ている、抜けてきますよこれも、メッシ、メッシゴール、立て続けにゴールを決めてきます、ちょっと捕まえられませんでしたね、苦しいでしょうね、火薬庫まさに大爆発というところです、バルセロナが大きくリードして前半を終えています、ボールを上げる、パンチング、ユベントスとしては中央突破だけでなくてサイドも使ってね、さあ前向きます、サイドっていうのもいいと思うんですけどね、シュート、交戦が続く、もう一度来た、ジョルディ・アルバ左サイド上がっていく、シュートレンジです、弾かれてかろうじてクリアです、セスク中央駆け上がっていく、うわ素晴らしい反応、弾いた、左サイド上がっていく、ロングシュート、ビダ、もう一度か、ボックスの中に入ってくる、さあスペースを狙う、シュートゾーンです、アレクシス・サンチェスに渡る、今打つ、笛です、バルセロナこれで準決勝進出、さあ七海さん、ゲームを振り返ってのコメントお願いいたします。バルセロナとしてはドリブルで切り崩していくシーンが多かったですね、そこからチャンスも作れてましたからうまく機能していたんじゃないですかね、はい、ありがとうございます、それでは試合の情報を振り返ってみましょう。バルセロナはシュート数、そして枠を捉えたシュート数、扉をノックするシュート、見事なゴールです、この得点シーンも見事です。前半14分、このボール右足押せ押せ、ハイライト続きます、右で駆け上がる、打ち抜く、これは枠を捉えることができません、先ほどの絶好機、前半の41分、トラップシーシュート、ゴール、これもビッグシーンでした、ロスタイムに入っていました、このボール、そしてシュート、素早いシュート決めます。